動画をご覧いただきありがとうございます。今回は失笑恐怖症、笑い恐怖症が楽になる、3つのポイントというテーマでお送りしていきます。まず失笑恐怖症、別名ですね、笑い恐怖症はですね、笑ってはいけない場面で、笑ってしまう症状になります。そのことに対して恐怖を感じている症状ですね、になっていきます。例えばですね、例えばお葬式とかですね、映画館で悲しいシーンとかですね、あと何か、例えば自分が一人で歌うときとか意外とですね、見たりする方も多いんですけど、とにかくですね、会議とかもそうですけどね、静かな場面とか、笑ってはいけない場面でついですね、笑いが込み上げてきてしまう。で、実際に笑ってしまってですね、相手から白い目に見られ、周りから白い目で見られてしまうとかですね、そういった経験をしてですね、余計にですね、笑ってはいけない場面で、笑ってしまうことに対して、恐怖を感じているのが、失笑恐怖症、笑い恐怖症になります。ただこの、失笑恐怖症もですね、楽になるポイントがありますからね、主に3つありまして、まず1つ目がですね、認識を変えるってことですね。で、二つ目がですね、安心リラックスの習慣を持つ。三つ目が、笑った時の対処法を持っておく。この三つになります。まず一つ目のですね、認識を変えるって部分なんですが、これはですね、人ってどうしてもですね、笑ってはいけないと思うと、人なんか笑いたくなるものですね。例えばお笑いのダチョウクラブとかでもですね、ネットお風呂とかで押すなよ、押すな、押すなよって言われたら押したくなるんですね。やるな、やるなよって言われたらやりたくなりますからね。ですから逆に人ってこう、笑ってはいけないと思うほどなんか笑ってしまって、しまうケースがありますからね。ですからですね、笑ってはいけないと思うんじゃなくて、もうですね、ある意味こう、笑ってもいいんだって思うとですね、ちょっとふっと楽になってきますからね。例えばその、一人で自分の部屋にいるときとかですね、別にこう、それで笑ってもいい場面ですよね。だから笑ってもいいからですね、あまりこう、人以上に笑いが出てこないとかですね、一人でシーンとしてても笑いが込み上げてこないんですね。というのは、その一人でいる場に対してですね、別に笑ってもいいとですね、無意識とかでですね、許可をしているからなんですね。で、笑ってもいいから、人以上に笑わないんですね。といってもそういう性質があってですね、だからそれを転換してですね、笑ってはいけない場面もですね、別に笑ってもいいんだと、ある意味開き直ってですね、許可してあげるとですね、笑うことを許可してあげると不思議とですね、逆にこう、人って笑ってもいいって言ったらなかなか笑わなくなったりしますからね。ですから、緊張する場面とかですね、笑ってはいけない場面ですね、笑ってはいけない場面というか、それは緊張する場面、今まで笑ってはいけないと思っている場面をですね、別に笑ってもいいやと思ってですね、認識を変えていくと、許可してあげるとですね、許してあげると、笑いも込み上げにくくなってきますからね。ですからもう、言ってみればですね、もう別に笑ってもいいやと開き直ってですね、手放していくと不思議とですね、必要以上に笑わなくなってきますからね。まあ、ある意味笑いを受け入れる感じですかね。もう笑ってもいいや。とですね、受け入れると、不思議と笑いが込み上げにくくなってきますからね。それがまあ、失笑恐怖症、笑い恐怖症が楽になる一つ目のポイントになってきます。二つ目がですね、安心リラックスの習慣を持つということですね。失笑恐怖症、笑い恐怖症のですね、その笑ってはいけない場面で、笑いが込み上げてきてしまうっていうのはですね、どっかで、その緊張する場面に、ストレスとかですね、何かしら、緊張を感じる部分がありますからね、それをですね、解放発散するためにですね、無意識にですね、笑いでそれを表現している部分がありますからね。ですから、普段からですね、できるだけまあ安心とかリラックスの習慣を持っておくとですね、そういった緊張の場面にも対してもですね、比較的、受け流せたりとかですね、受け入れてですね、緊張しにくくもなってきますからね、ストレスも受け流せるようになってきたりもしますからね。ですから、できるだけですね、普段からですね、安心する、リラックスする習慣を持っておくことですね。例えば、思考もそうですけど、ちょっとでも安心する方向とかですね、ちょっとでもリラックスする方向を普段から考え方を考えてみるとかですね、何かを選ぶときもですね、普段からちょっとでも安心する方を選ぶとかですね、
ちょっとでもリラックスする方を選ぶように意識していくとですね、そういった安心とかリラックスを選ぶ習慣ができてきますからね。それがですね、安心とかリラックスの習慣につながっていきますからね。ですからまあ考え方とか行動ですね、行動を、安心とかリラックスを軸にですね、選択して行動していくとですね、それが、安心やリラックスの習慣になっていきますからね。普段から、何か行動とかですね、考え事をするときにですね、どうすれば安心できるのか、どうすればリラックスできるかですね、少しでも安心できる方、少しでもリラックスできる方を選択していくとですね、それが安心リラックスの習慣になってきまして、緊張する場面とかですね、そういった笑ってはいけないと思っている場面でもですね、緊張しない分ですね、リラックスしやすい分ですね、安心しやすい分、不安にならない分ですね、笑いが込み上げる必要もなくなってきますからね、ある意味その笑いって、その失笑恐怖症の笑いはですね、緊張という感情ですね、何かしら不安という感情をですね、それをまあ発散するためにですね、それをまあ表現するために笑いが出てますからね。つまりもともとですね、緊張せずにですね、不安にならなければ、できるだけ緊張せずにですね、できるだけ緊張せずに、できるだけ不安にならなければ、笑いが込める必要もなくなってきますからね。そういった意味で普段からですね、考え方とか行動とかですね、安心、リラックスをですね、軸に選んでいってですね、ちょっとでも安心する方、ちょっとでもリラックスする方向を選ぶ習慣にしていくとですね、それが安心とかリラックスの習慣にもなってきますからね。またまあ、意識的にまあ、自分が安心する、リラックスするですね、何か好きなこととかですね、リラックスするまあ、入浴とか、温泉とかですね、何でもいいんですけどね、自分がちょっとでも安心とかリラックスすることをですね、積極的に普段の生活の中に取り入れていくとですね、またそれもリラックスとか安心しやすい習慣になりますからね。だけどまあ、とにかくですね、普段の考え方とか行動とかですね、をですね、安心できるもの、リラックスできるものをですね、意識的に選んだり、意識的に取り入れていくことがですね、安心とかリラックスの習慣になりまして、それがですね、緊張する場面とかですね、笑ってはいけない場面でですね、緊張とか不安が湧きにくくなってきて、その結果ですね、笑いも湧きにくくなりますからね。それが、失笑恐怖症、笑い恐怖症が楽になる、まあ、二つ目のポイントになります。三つ目はですね、笑ってしまった時の対処法を持っておくということですね。例えばですね、どうしても笑ってしまう時ってありますからね。笑ってはいけないと思うほど笑いたくなってくる季節も人ってありますからね。で、笑ってしまう場面もどうしてもあると思います。そういった時にしたらですね、そういった時に対処法を持っておくとですね、それがまあ、あるお守りのようになってですね、笑っても大丈夫なんだと思う部分が、笑いを受け入れることにつながりますからね、受け入れることでまた笑いも込み上げにくくなってきますからね。そういった意味で、笑ってしまった時のための保険というかですね、お守りというかですね、対処法を持っておくと、笑いが込み上げにくくなりますからね。例えばですね、ハンカチとかですね、笑ってしまった時に、のために、口を覆うですね、ハンカチとかですね、まあ、手でも、最近マスクとかされてます。手でもいいんですけどね。手でですね、口元を覆うですね、覆うとですね、笑いを仕掛けてこられることができますからね。で、お葬式とかでも、笑いを込めたら体増えるんですけど、そうやってこう泣いてるようにも、肩から見たら見えますからね。目をつぶってこう、口を押さえるとですね、笑いを我慢すると泣いてるようにも見えますのでですね、それをまあ、そういった形でですね、笑いが込み上げてきたらですね、口元に手を当てて目を閉じるとですね、手を閉じてできるだけ笑いを、こらえるじゃないですけどね、ガス抜きみたいな感じにですね、ちょっと、声に出さずに笑ってですね、口元に手を押さえて目を閉じてですね、声を出さずに笑うことでですね、少し笑いを、発散することができますからね。別に大声出して笑わなくても、目を閉じてですね、口元に手を押さえてちょっと声出さないように笑うですね。体震えたりとかしてもいいですからね。そうすることで、声出さないように笑いですね。目を閉じて口元に手を当てて、声出さないように笑うことでですね、笑いをちょっと表現してですね、笑いが抜けることにもなりますからね。そうなると、声を出して笑う必要もなくなってくる部分がありますからね。そういったふうにですね、笑ってしまった時の対処法ですね。保険、お守りを持っておくとまた、笑っても大丈夫なんて思えることにもつながりますからね。認識のシフトにも変わるんで、つながるんですけどね。そうなるとまた、笑いも込み上げにくくなってきますからね。
ですから、割った時にはですね、ハンカチか、ハンカチでもいいですけどね、まあ、手でもいいですからね、割った時はですね、手で口元を押さえて目を閉じる。それで、声に出さずに笑うというですね、対処法を持っておくことで、それが保険とかお守りになってですね、笑いにも取られなくなってきますからね。だから言い換えると、笑ってはいけないって言ったら、笑って人っていけないと思ったら、それが問題になりますからね。で、問題になるから気になってしまって、切ってエネルギーという意味もありますからね。で、気にするほどそこにエネルギーを注ぎますので、笑ってはいけないって言ったら、笑いが問題になってですね、問題になるから気にしてしまってですね、そこにエネルギーを注いでしまって、逆に笑いやすくなってしまうことになりますからね。ですから逆にですね、笑ってもいいと思ったら、笑いを受け入れてますからね。受け入れることで別にこう、笑いにとらわれが、笑いを気にしなくなりますからね。で、切ってエネルギーが注がなくなるためですね、笑いも起きにくくなりますからね。ですから、笑い恐怖症ですね、視聴恐怖症が楽になるポイントとしてはですね、3つですね。1つ目が、笑いに対する認識を変えてですね、笑ってもいいとある意味開き直ってですね、行くとですね、不思議と笑いって逆に出てこないですからね。それで本人認識を、笑ってもいいという認識に変えていくことですね。二つ目がですね、普段から安心とかリラックスの習慣を持っておく。できるだけですね、考えとか行動とかはですね、普段から、ちょっとでも安心する方、ちょっとでもリラックスすることをですね、選択して、そう実践していくことが、リラックス安心の習慣になりますからね。そんなことで、いざ緊張する場面とかですね、笑ってはいけない場面でも、緊張しにくくなってきてですね、笑いも込み上げにくくなることにつながっていきます。三つ目がですね、笑ってしまった時の、保険というかですね、お守り、対処法を持っていくことですね。例えば、笑ってしまってもですね、口元に手を当てて、目を閉じてですね、できるだけ声を出さずにこう、笑いを表現することができますからね。そうなると、笑いがちょっと抜けてきてですね、笑いの発散にもつながってですね、それがあるから、お守り保険ですね、対処法があるからですね、自分は大丈夫なんだと思えることにもつながりますからね。で、後ろですね、大丈夫と思われて、大丈夫な人生になっていきますからね。こんな形で、この3つですね、笑いに対する認識を変えていただいて、普段から安心とかリラックスの習慣を持ってもらってですね、あとは、笑ってしまった時の対処法を持っておくことですね、この3点でですね、だいぶですね、視聴恐怖症、笑い恐怖症は楽になっていくことにつながりますからね。はい。なおですね、この概要欄の方にですね、笑い恐怖症、視聴恐怖症、笑い恐怖症が楽になるブログのページの方のですね、リンクも貼っておきますので、よろしければですね、こちらも合わせてですね、より詳しく解説しておりますので、ご活用いただけたらと、思います。なおですね、当院ではですね、対面、オンラインですね、ビデオ通話、LINE とかでもですね、カウンセリングを行っておりますのでですね、こちらもですね、ピンときた方は、ご活用いただけたら、概要欄にリンク貼っておきますからね、ご活用いただけたらと、思います。ではですね、この動画がですね、良かったとかですね、参考になったとか、何か気づきがあったという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ、あとですね、私のですね、生きづらさの本っていうのもありますから、そちらもですね、具体的な習慣ですね、緊張しにくい習慣とか、リラックスしやすい習慣というのも載っておりますからね、そういったものを参考してですね、習慣変わるとまた人生も変わりますからね、そんな生きづらさが楽になる、生きづらさイコール、恐怖症とかでもありますからね、恐怖症が楽になるですね、本というのもですね、この概要欄の方でリンクを貼っておきますので、合わせてですね、こちらもピンときた方はですね、チェックいただけたらと思います。はい。でですね、最後までご覧いただき、ありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。